松江レディースハーフマラソンと閉催された第27回日本学生女子ハーフマラソンが3月17日に島根県松江市で行われ、野田マリア、大東大、が1時間12分1秒で優勝した。青切る行くが1時間2分6秒でセース2位は中央学大、近田洋路、3位は総大、工藤、6位まで2年以下が占める、日本学生ハーフ松江レディースに出場している立坂志保、 天馬や、オを含め、5km は8人ほどの集団で17分22秒。谷本七世、名城大、が集団の前で牽引し 10km は34分37秒で通過した。51分18秒で通過した 15km では、谷本、野田、小林舞ひどめ、大阪学大、原田咲、名城大、の4人の争いに、 最後はスパートで勝負を決めた野田が接戦を制した。2秒差の1時間12分3秒で小林が2位。そこから2秒差で谷本が1時間12分5秒でフィニッシュしている。北九州市立高卒の野田は大東大1年で、今回が初ハーフマラソン。昨年は U20 日本選手権5000メートル優勝、秋の日本インカレ5000メートルで3位に入った。 チームが2位となった全日本大学女子駅伝ではアンカーのロックを務めている。5000メートルのベストは15分47秒27。